皆さんこんにちは、動画実況主のシクと申します。本日も動物の森やっていきましょう。ってことで、昨日はお休みいただき申し訳ございませんでした。ちょっとですね、昨日今日明日と東海ビスっていうのが、まあ大阪、関西あるのかな、関西全般なのかな、まあありまして、それのお手伝いに朝かな、あ、まあ朝ってわけじゃないんですけど、お昼過ぎから、朝はねちょっと寝てましたね、申し訳ないです。次女の方が夜中全然起きなく、ずっと起きてて、2時ぐらいから朝の5時半ぐらいまでずっと起きてて、寝不足で朝寝てたんですよ。仕事だったので。で、動画撮る時間なく、お姉ちゃんの方が帰ってきて、で、手伝いに行ったって感じで、ちょっとね、撮る時間がなくて、撮れなくて、動画がアップできませんでした。申し訳ございません。で、明日も実は手伝いに行くんですけど、まあ明日はね、お姉ちゃん学校あるので、3時ぐらいまで学校なんで、まあその間に撮って、まあ動画編集してあげれたらあげようかなって感じになっております。はい。まあ、敵は楽しいよね。イエー、嘘、これか。まあせっかくなんで行きましょう。ね。で、今日はですね、朝から保育園もあったので、保育園の、なんか、ね、遊べる、なんか一日体験みたいなやつ、今月も行ってきて、で、帰ってきて、お昼食べて、とかして、まあ、そんな感じです。まあ、大したことはしてません。よし。はーい。2しかゲットできなかった。もうちょっとゲットしたかったな、逆に。まあまあいいんですけど。でですね、最近ね、本当にやることがないので、とりあえず、まあ、ついで来たんで、図鑑とか埋めていきましょうかね。なるべくね、埋めるように埋めるようにってしてるんですけど、まあなかなかね、お、緑と黄色、どっちも揃う。なかなかね、増えないんですよね。難しいですね。最近やる時間も落ちてるのと、まあ、モチベーションも若干落ちてるっていうので、進みも遅いんですけど、まあまあ、ちらほらやってますけども。決して嫌いになったわけではないんでね。ただ、本当にルーチンがね、本当にルーチンになりすぎて、まあちょっとマンネリですよね。まあそろそろこの辺でバシッと新しいのが欲しいところ。さあ、次見に行きましょう。隣隣。食器とスリッパと骨董品。スリッパは持ってた気がする。食器。あ、かわいい。雪だるまシリーズか。この辺も作っていかないといけないですね。骨董品はね、持ってるんですよね。あとなんかカエルみたいなやつですね。骨董品と、食器。食器も持ってたかな。食器どこだ？あれどこだろう、どこだ。これ探すの大変。食器ここかな、違うな。キッチン、これか。これだ、あった。食器と、あとスリッパってどれですか。スリッパってどれですか。もうこういうのわかんない。楽器フルーツ、スポーツ、ペット、家電、収納、椅子、テーブル、ベッド、あ、リビング、これか、リビング、ああね、ありますね、全部ありますね。新しいやつをそろそろ入荷していただきたいところ。まあまあいいでしょう。
まあ特に本当にやることがないので、あとはなんかおしゃべりしつつ、果物回収しつつ、ベルを探して終わろうかなって思ってます。本当にね、最近やることがね、ない。本当にそんな感じなんですね。やることがなさすぎてどうしようみたいな、困るんですよね。困っちゃうわ。よしよし、ほっ、で一発でヒュンって落ちてきたら本当に私のやることがなくなっちゃうんで、めっちゃ困るんですよね、そういうのはね。いかちょう、いけない。わー、カブトムシ、へい、へい。最近ね、アゲハチョウばっかり出てね、もう一匹の方のチョウがなかなか捕まらないんですよ。アゲハチョウがすごいいっぱいいる。どうしたの、どうしたの、どうしたの。あら、いっぱい持ち物がいっぱいだわ。眠たいのか、おとなしくしてたのに。お、いっぱい、こんなになんね。1,2,3,4、こんなもんでいいか。よしよし、よさよさ、よさよさ。ないですね。へい。あら、本当にない。ここゆさゆさしたっけ。覚えてない。見当たらんな。てっ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 て、毛がいっぱいになっちゃった。またあれ全然ないぞ。なぜだ。あ、出てきた。500ベル。見つかるときすぐ見つかるんですけどね。なかなか見つからないときは見つかりませんね。よし。ってことでね、この辺で終わろうかな。まあ、最近ちょっと短くなって、中身も薄くなってますけどね。申し訳ないです。ということで、今日はこの辺で終わっていこうかなと思っております。またね、明日も、動画、明日は撮れそうなんで、多分撮れるはずなんで、私が眠たくてずっと寝てない限り。明日も夜はね、お手伝いなんでね、なんとも言えませんけど、もし撮れてなかった、もし撮れなかった、またツイッターにでも書いてると思うので、まあそちらご確認いただければなーって思っております。ではでは、短いですけれどもこの辺で失礼いたします。どうかご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。バイバーイ。